て。し、はい。ちょろい。はい。あ。かかってきやがれ。
キーパーゴン、かかってきやがる。これで勝てろ！燃えろ！ふっ！はっ！せっかばれ！モモさん、よろしくお願いします。本気で行くぞ。はい、頑張ります。あなたたち、私たちとは違うスタート地点から、同じ場所を目指していたんだ。出会うのは必然。なるほど。でも、どうすれば。戦え、己の力を示せ。バルキリードライブの力を見せてみよう。今の声、どうやらこれも治療プログラムの一環らしい。あの二人と戦わなくちゃいけないんですか。そういうことらしい。覚悟を決めろ、稲川。戦うことだけが親父。ママさん、行けますか。ああ、無論だ。治療に近づける唯一の方法でしたよね。リンカさん、ダンカさん、全力で行きます。もう一度無償気づせーの、くっ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 
私の勝ちだ。ふぅ、いい汗かいた。誰も私の成長を止められない。誰も私の成長を止められない。まだまだ強くなるよ。修行の成果だ。誰も私の成長を止められない。いい感じ。どんどん強くなっちゃうよ。ちゃんってば、危なっかしいんだから。呼吸を合わせるという点では姉妹である二人に利があったということでしょうね。私がリブレイターだったら負けはしなかったんだ。そう思うのなら次回は勝ちましょうね、モモさん。四人とも素晴らしい戦いだったわ。負けた戦いに意味などない。ここが戦場だったら私も稲川も死んでいた。でもここは戦場じゃない。 V ウイルスの治療のためのプログラムなのよ。負け戦にだって大きな意義があるわ。そう言っていただけると少しは気も休まります。ではこれからあなたたちを教える先生を紹介するわね。先生どこにいるんですか？もういるわよ、あなたたちの目の前に。え、そんな人どこにも。お前たち。え、ねえランカちゃん、今何か言った？ううん、私じゃない。でも私にも聞こえた。でも誰もいないよね。どこを見ているのだ。うわぁ、岩山が動いた。岩山じゃない、こいつはバルキリーだ。お前たちが新しい候補者か。でっか、超でっかい。なんだこれ。あなたが私たちの先生なんですか？いかにも。紹介するわ、金剛先生よ。彼女はこのビクニを守護する指針の一人にして、あなたたちを指導する教官でもあります。我が金剛だ。見知りおいてもらおう。指針すごい、まるで力の結晶みたい。つまりお前を倒せば治療プログラムとやらを完了できるのか？ちょっとモモさん、先生に対して失礼でしょ。今年の新入生は威勢がいいものが多いようだな。いずれお前たちとも拳を交える時が来よう。だが今はまだその時ではない。己の魂と力を磨くのだ。はい、金剛先生、これからよろしくお願いします。早く先生と一発やり合ってみたいね。そうなれるように頑張るよ。未熟者ですが精一杯勉強させていただきます。私たちを甘く見て足元を救われないように気をつけるんだな。ではプログラムを続けよう。まずは走り込みからだ。島の外周を10周してこい。え、走り込み？なんか地味じゃない？文句を言うな。走れ。ごめんなさい先生、走ってきます。うん、面白い連中を集めたものだ。ええ、期待の新人ですもの。我の持つ全てをあの子らに伝えよう。それしか我にはできぬ。それしかやり方を知らぬ。だがいいのか？あの子たちはきっと私たちの期待に応えてくれる。そう信じているわ。物語を楽しもう。
ああ。どれがいいかな。これだ。交代だ。どれがいいかな。これだ。集めたものを確認できるよ。いろんなことがあったよね。音楽を聴くと元気。大声出してやる。戦績を確認。ペアごとの出撃数が確認。敵のことを知るのは重要だ。どれがいいかな。これだ。いらっしゃいませ。使うコインを選んでよ。ワッシン、いくら使うの。新商品、新商品入りました。今後もご利用お待ちしてます。どれがいいかな。これだ。ステータスを確認する。を確認する。ステータスを確認する。どれがいいかな。これだ。どれがいいかな。これだ。物語を楽しもう。ももさん、ついてきてくれますか。ももさん、どこへ行ったんでしょう。ももさん、ももさん、ここにいる。あ、ももさん。何か用か。用というわけじゃないんです。ただ朝起きたら姿が見えなかったものですから、迷子にでもなったのかもって心配になってしまって。大きなお世話だ。今日から学校が始まるでしょ。一緒に登校しませんか。断る。私もしかしてももさんに嫌われちゃってます。自意識過剰だな。お前などどうでもいい。そうですか。どうでもいいですか。私はももさんと仲良くなりたいです。同室になったのも何かの縁ですし。他人より自分のことを心配した方がいいんじゃないのか。どういうことですか。これまでの戦いぶりを見る限りじゃ、一番最初に脱落するのは稲川、お前だ。それは脱落するのは勝手だが、私の足を引っ張るのよ。あ、ももさん。ああ、行っちゃった。まだ話したいことがあったのに。どうしてこうなっちゃうのかしら。部屋にいても一言も喋ってくれないし、息が詰まっちゃう。それにしても言われてしまいましたね。
他人より自分のことを考えろ、ですか。ももさんが言うように、現状で私が VR ウイルスを制御しきれていないというのも事実でしょう。どうにかして脱落だけは免れなくては。V ウイルスなんて病気にかかったおかげで、人生お先真っ暗だと思っていたけれど、どうやらまだ諦めるのには早いようですしね。おはよう、マナちゃん。おはよう、稲川。おはようございます、リンカさん、ランカさん。こんなところでどうしたの？一人でブツブツ喋ってたみたいだけど、コントの練習か何か？コント？違います。モモさんを探していたんです。見つけたけど逃げられてしまって。はあ、私モモさんから嫌われてしまったのかも。え？そんなことないよ。マナちゃん優しいし、いい人だし。そうでしょうか。でもモモさんと二人きりだとまるっきり会話がなくて。うわ、それって息が詰まりそう。私たちの目的は一致しているわけでしょ。 VR ウイルスを制御できるようになることだよね。その通りです。目的のためにお互いに協力できればいいんですけど。そうだね。私も早く病気を治してお家に帰りたいな。帰る？そうだよ。普通が一番だと思わない？普通に学校へ行って、普通に友達と遊んで、もしかしたら恋もしちゃったりして。ランカさんはどう考えているんですか？私はお姉ちゃんといられればそれでいいよ。 VR ウイルスがお姉ちゃんを守るための力になるならためらわずに使うし、お姉ちゃんと一緒にいるのに障害になるって言うなら制御でも封印でもするし。ありがとう。考え方は人それぞれですね。マナちゃんは病気が治ったらどうするつもりなの？この島にいる間は一生懸命 VR ウイルスを制御する術を学ぶつもりです。島から出たらどうするの？ウイルスの力でプロレスラーにでもなる気？なりません。コントとかプロレスとか、私を一体何だと思ってるんですか？じゃあ何をするの？知ってますか？ V ウイルスから得られた研究結果はいろんな分野で役立っているんですよ。それでも V ウイルスにはまだまだ謎が多いんです。自分が感染者であることを生かして、そういう研究に携わることができたらいいなって思っています。はあ、稲川は立派だね。ちゃんと考えてるんだな。そんなことはありません。治療が終わって一般社会に戻った時、私が頼れるのはこの VR ウイルスの力だけですから。あ、そろそろ教育区画へ向かわなきゃ遅刻しちゃうよ。私はももさんを探してから行きます。私たちも一緒に探そうか？クズ竜なんて放っておこうよ。向こうが仲良くしたくないって言ってるんだしさ。そうかもしれませんけど、私もうちょっと探してみます。私だけで大丈夫ですから、お二人はお先に行っててください。うん、わかったよ。じゃあ教室でね。一応先生には私から稲川が遅れるって伝えとくよ。ありがとう、ランカさん。うん、じゃ頑張ってね。行こう、お姉ちゃん。うん。さてと、ももさんを探すとしましょうか。初日から遅刻は印象が悪いですものね。ももさん、ももさん。病気の療養だからせめて普通の勉強はしなくて済むと思ったのに。そんなに甘くなかったね。ランカちゃん、授業を理解できた？あんまり自信ない。
じゃあ問題を出してあげる。 V ウイルスの感染者は通称何と呼ばれるでしょうか。あれだよ、あれ。ブー、時間切れ。答えはバルキリーでした。それです、それ。そうそう、バルキリー。ていうかさ、だいたい V ウイルスの歴史なんて学ぶ必要があるのかな。私たち自身のことだもん、ちゃんと知っておきたいよね。ぐぐ、返す言葉もないよ。そういう